九州新幹線さくらの一番列車がすれ違う時、奇跡が起こる。そんな噂が全ての始まりだった。母ちゃん、10月分の月謝袋。あー、ごめん、忘れてた。父ちゃんどうしてる？好きな人とかできてへんやろな。大丈夫、しっかり見張っといてや。そのために龍之介は福岡についていったんやからな。半年じゃろ、今頃恋しくなってるが、お母さんが。初めてすれ違った時に、それを見た人は願いが叶うんだよ。ほんまに？ここら辺だな、すれ違うのは。どこ行くの？半年ぶりやな、わかるかな。アホか、半年でそんな変わらへんわ。先生もお父さんがおらんかったと。いつでも相談に来い。家族でも会わなきゃ忘れちゃうよ。もしかしてこう龍と会ってるのけ？大丈夫や、そっとしとけ。父ちゃんはもう大事じゃないん。そのうち分かるようになるよ。そのうちっていつやねん。子供たちの純粋な思いが周りの大人たちを少しずつ幸せにしていく。会いたくないの？母ちゃんに。龍之介父ちゃんに似てるからあんま好きちゃうのかなと思ってな。また大阪で家族4人一緒に暮らせると思ったから。来たー！奇跡起こるかもな。奇跡